どうも、とっかいついざんまいです。今日はね、9月2日の3時半です。朝。今日は、オザボートさんで、カワハギをね、狙いに行きたいと思います。それじゃあね、また自宅の駐車場なんで、出発します。若干ね、うねりがあるけどね、台風がお気に入るんで、21号ね。さあ、準備してカワハギ始めたいと思います。今日はね、魚探持ってきてるんでね。あ、下になんかいるじゃん、大きめの魚。まあ、あのゲームボーイのね、ポケットソナー。仕掛けはね、カワハギ用の、4号ハゲ針に使います。とりあえずね、握ってポンをね、一回下に落としてあります。もう一回落としとくか。これ癖んだよな、ポンと。さあ、仕掛けを。穏やかだね、意外と。ちょっとうねりがあるかなと思ったら、すげえ穏やかだ。めっちゃいい感じ。前回来た時は悲惨だったからね、本当に。釣りどころじゃないレベルだった。まあ朝一ちょっと活性高そうなんで、っていうことを願って就業バンバンバンつけてやりたいと思います。こういうね、ビーズ付きの針すどめのね、ついてるやつは針を別で買っていけばね、仕掛けがずっと使えるので。結構ね、フグがいたりしてね、針す切られるんだよね。さあ、で、重りはただの夜行の12号。夜行の12号、これもうキラキラが取れちゃったね。さあ、魚の反応はあまりなさそう、今は。まあね、底ベタだったりね、ちっちゃかったりするとね、反応しないけどね。前ね、馬面落っことしたからね、タモちゃんと持ってきたよ。さあ、第1投目落とします。お、いきなり当たってる。なんかお、当たった。なんだろう。
フグでした。フグ多いね、やっぱね。さあ、気を取り直して2投目。アサリがない。カワハギはいるってことかな。お、あ、フグっぽいな。あ、カワハギじゃん。あ、ちょっと大きめ。これね、落とすと嫌だからね。よし、いた。やったね。いや、ちっちゃいか。ちっちゃいけど、まあ、張りすぎれば嫌だ。わーい。ゲット。カワハギ、ゲットしました。よう引いていいね。面白いわ。ゲッツ。これぐらいだったら抜けるのか。持ち上げても大丈夫かな。知らない魚が釣れた。これ何？ハゼっぽい。なんだこれは。尻尾はベラっぽい。顔がハゼっぽい。ワッペンサイズで申し訳ないけどね。やっと2匹目釣れた。やっと2匹目だ。まだ2匹目。あのね、もうね。なんだっけ？ベラ。ベラはね、もう100匹ぐらい釣ったかな。よし。ベラは100匹ぐらい釣ったね、多分。疲れてきた。やっと2匹目だ。3匹目釣れました。釣るところ取ってないね。釣るところも取りたいんだけどね、ベラばっかりでさ、カメラずっと回してるの疲れちゃって。はい、よいしょ。カワハギ4匹目。またカメラ回してなかった。残念。よいしょ。まあカメラのね、充電がなくなりました。まあちょっと今急遽ね、ちょっと充電して、あれから結局カワハギ1匹も釣れてなくてね。まあこれ最後。もうなんかこれで最後釣れれば、何が釣れても最後これで終わりたいと思います。結局カワハギはあれか、一番最初の1枚しかヒットシーン撮れてないのか。いやー、ベラだ。残念、最後もベラでした。よし、帰ろう。ベラはね、1匹も持って帰ってないんでね、これもリリース。まあカワハギ4匹釣れたからいっか。あとね、22センチのね、ちょっといいサイズのね、キスも釣れた。あー、そこ落ちちゃダメ、そこ落ちちゃ、そこダメ、そこダメ。よいしょ、バイバイ。それじゃあね、釣ったカワハギとキスをね、締めていきますね。ここで落としたらバカみたいだな。カワハギはここのね、エラに、エラからナイフを向こう側に刺して、んで口の下まで切ってやれば OK。
ラの下からナイフを入れて口の下まで。もう傷つけないように、こいつちっちゃい、顔に血飛んだ。ついでなんでね、キスも血抜きしてこっか。ほら、でかいだろ。22センチあるよ。よし。神経締め用のね、ワイヤーをね、忘れたみたいなんでね、まあ血だけ抜け取ればね、皮剥ぎは肝に血が回らなきゃいいんで、でこれをね、袋に入れて持って帰ろうと思います。さあ、帰ります。風が出てきたね、波があるわ、結構。まあこのまま帰りたいと思います。本日の釣果はね、カワハギ4匹とキス1匹。このキスが一番でかい、22センチ。あとはちっちゃいね、本当にワッペンサイズって言われるレベルのカワハギだけど。それじゃあね、全部これをお刺身にしたいと思います。さあ、完成しました。今回はね、ちょっとね、捌くシーンをね、撮ってないんですけど。キスのお刺身と、カワハギの肝和え、これね、大きいやつ2匹分でこの量でした。肝はね、もう全部使ってます。なので肝多めの肝和え、めちゃくちゃうまそう。肝和えを混ぜた時に使った器の肝がもったいないからね、醤油入れてこれでね、キスを食べたいと思います。まあほとんど肝の味になっちゃうと思うんだけど、肝の味が濃くて。じゃあいただきます。まずはね、キスのお刺身、これをね、この肝醤油、結構肝残ってるからね、ほとんどキスの刺身の味は消えちゃうと思う。消えちゃうっていうか、ね、わかんない、相乗効果があるかも。いただきます。うわ、うんま、肝醤油がうまい噛んでるとね、後からキスのね、お刺身の味もちゃんとねしてきます。おいしいわ、これおいしい。ちょっとね、たっぷりめにつけてね。ほんとこの肝醤油売れないかな、売ってくれないかな、肝醤油って言ってね、腐るかすぐ。見た目はね、ちょっとね、食べたことない人からしたらうわっと思うかもしれないけどね。よしよし、うん、うん、まっ。ビールいただきます。あー最高だわこれ、うん、美味しすぎる、止まらないパターンだけど、ちょっと肝和えをね、これも絶対美味しいよね。まあカワハギの身はね、割とね、身自体の味だったら間違いなくキスの方が僕は美味しいと思う、身だけで食べたら。だからひょっとしたらキスの身で肝和え作るのが今日だったらね、一番うまいパターン、まあこれこのパターンだね。
かもしれない。ただね、カワハギのね食感はいいからね。いただきます。うん、うまっ。これもうまい。ああうまっ。やっぱりね、僕個人的にはですけど、身はねキスの方が好きです。だからキス、カワハギとキス同時に吸って、カワハギの肝でキスのカワハギ肝あえにするのがね、僕的には多分最高ですね。でカワハギの身は煮付けにしたり。ただカワハギの身と一緒に煮付けた肝もう最高にうまいんだよね。まあ今回全部肝煎にしちゃいましたけど、ちっちゃいね2匹だけはね、明日味噌汁にしようかなと思って、頭の部分のアラとかね全部取ってあるんで、それで出汁取って味噌汁にしようかなと思います。カワハギ調香はね難しいね。カワハギはねどうしてもカワハギは難しい。なかなか多分いるんだよ。アサリなくなるからね、綺麗にさっぱり。だからあれをかけれるようにならなきゃいけない。まだねカワハギ調香3回しか、まだカワハギ3回しか釣りたことないんで、うん、これからだね。もうちょっと勉強してカワハギいっぱい釣れるようになりたいと思います。これからねもうちょっと上向いてくると思うんで、まあ、ただボートの上はね疲れるんだな。うん、疲れました。今日は楽しかった。でもはい、ということで、今回は久しぶりにキスの投げ釣りじゃなくて、カワハギのボート釣り調香にしたんですけど、まあ次回はちょっとねどうなるかわからないかな。まあまたキス、今度キスね、もうそろそろ終盤にかかってくるんでキス釣りに行くか、で同じボートでキス釣りもできるので、同じボートでキスとカワハギ釣ってね、そのカワハギの肝でキスの刺身を和えるっていうのをやってみてもいいかもしれない。うん、絶対うまい。うん、美味しいと思う。はい、まあとりあえず今回はこれで終了したいと思います。今回はボートカワハギ調香でした。どうもご視聴ありがとうございました。